はい、どうも、ピクシオスです。今回紹介するミニカーはですね、トミカ40周年の時の、復刻トミカの方をね、紹介していきたいと思います。ですね、まあ、ちょっとこれとかは当時に買ったやつで、これなんかはね、広島のおもちゃ屋さんでね、一昨年買ったやつですね。で、これなんか、中古ショップでこれだけで売ってたやつですね。まあいいや、早速ね、開封の方していきたいと思います。全部ボリューム1ですね。これはちょっとわかんないですけど、ボリューム1なのかな、わかんないです。まあいいや、開けていきたいと思います。まあこんな風になってますね。まあこういうコレクション台座っていうのがついてまして、こういう風になってて、でまあこういう風にする台がついてますね。であと旭日賞とね、警視庁のシールが入ってますね。なんで担保印刷で再現しなかったかなという感じも若干します。まあ、これがですね、クラウンパトカーですね。続いてこちら、クラウンスーパーデラックス。こちらも台座ついてますね。で、クラウン。通常、こちら普通のカラーですね。これ、あれなんですね。プリントは中国製なんですね。印刷中国。トミカの製造自体はおそらくベトナムですね。当時ね、セブンイレブンで買った気がする。確か。もう箱ね、これボロッボロですよね。台座どっか行っちゃったよ。しかも。台座どこ行っちゃったんだろう。まあいいでしょう。2000GT ですね。で、これがコロナかな。こっちか。コロナマーク2ですね。まあね、もうすぐね、もうすぐっていうかね、この動画をの紹介のしてる日が多分トミカの発売日なんで、ちょうど12月にですね、50周年記念の復刻トミカが発売されますね。まあそれも絡めてちょっと見ていきたいと思います。まずね、クラウンね。5代目クラウンですね。これはですね、トヨタのメガウェブにも展示されてるクラウンですね。トミカでは最初に発売されたトミカ、クラウン。まあこの40周年のこの復刻トミカになってるやつは全部、基本的にその、まあ、今から、今だと49年前、最初のトミカとして6台発売された、ラインナップされたトミカが、復刻したモデルとなっています。30周年の時と違って金額がですね、確かこれ500円くらいしたと思うんですけどね。そうですよね。多分、ここの値札500円って書いてあるので、おそらく500円で売ったんでしょうね。30周年の時はね、180円で当時の価格と一緒で売ったんですけども、さすがに不況の中、それはできなかったんでしょう。新規金型になった理由、したっていう点ではいいんですけども、新規金型だよな、これ確か。なんですけど、ちょっとね、微妙といえば微妙だったっていう、40周年のトミカ、ね、まあ僕今回、これ全部買ってないんですけども、それぐらい微妙ですね。ちょっとフェアレディ Z ぐらいは買ってもよかったかなっていう感じはするんですけどもね、ちょっと変えてないのが現状ですね。まあ、クラウンね。なぜかみんなクリーム色っていう、この、なんだろうな、この3台全部クリーム色っていう。なんなのこれ。今思ったらね。クラウンですね。2009年の金型ですね。そうですね、2009年か。そうですね、40周年って2009年ですもんね。今2019年だから、これも10年前のトミカか。そう思うとなんかあれだな。年取ったな。当時小学生。このように、サスペンションのアクションがついてますね。で、まあ、それの派生型がこのクラウンパとかですね。まあ、本来横に警視庁とかの文字を入れることができますが、まあ、あえて入れません。まあ、上にはね、単円型のパトライトが、赤色灯が乗ってますね。こちらもドア開閉のアクションがありますね。まあ、ただこの50系クラウンのね、パトカーはね、まあ、特注止め方とかも結構出てたりなんかいろいろするんで、まあ、極端に珍しいことはないかなって感じがします。ただ、イオンのクラウン特殊トミカね、あれね、50系、60系は微妙だけどね、120、130は欲しいね。はい。そんな希望は聞いていない。で、続いてコロナマーク2ですね。コロナマーク2って、またすごい車だよな。今思えば。こちらもサスペンションのアクションとドア回転のアクションがついております。こちらはね、中古でね、かなり安かった。100円、2、300円ぐらいだったと思うかな。
なんか袋に入れられて、え、めっちゃ綺麗じゃんと思って購入しましたね。別にコロナマーク2に思い入れはないです。で、トヨタの 2000GT。まあ、ね、クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲などでもおなじみの車ですね。これは結構よくできてるなという感じがします。未だに 2000GT は、ね、特殊トミカなどのね、マッピタが変なやつ作ってますけどもね。結構よくできてますね、これはやっぱり。まあ、50周年のトミカもこれらの金型を使って販売されると思います。ちょっと箱がですね、こういう、この1台分の箱じゃなくて2台分の箱に入ってるっぽいんですよね。まあ、僕、Amazon でも予約したんですけども。なんかあれですよね。ただ、金額も確か結構高かった気がします。こう、まあ、普通のトミカが今450円か。450円プラス定か。500円ぐらいか、今。なんで、いくらだったかな、ちょっと下の方に多分出てる、字幕が出てると思うんですけどね。今、それぐらいしますからね。まあ、今回言いたいのは、別にこのトミカの紹介も正直することないかなと思います。もうすぐね、50周年の方が発売されて、その時に、まあ、伏せて紹介しようかなと思います。50周年、一応もう Amazon で先ほど言った通り予約したんで、まあ、全部購入者には全部届くと思います。まあ、フェアリー Z の通常品とか、通常品じゃない、初回限定じゃない、間違えた。40周年の時の復刻版は買ってもよかった、いいんじゃないかと思いますけどもね。ちなみにですけど、30周年の時の復刻トミカがですね、どっかに載ってたと思うんだけど、この本に。あれー。なんか乗ってないな。あ、あった。ここに乗ってた。まあちょっとこれトミカ大図鑑っていう本なんですけどもね。ここに、トミカ180円シリーズ。この6台が、ブルーバードとかね。これ、カマーズからもね、1台もらいましたね、そういえば。まあ最初に発売されたトミカというのがですね、1-1、日産ブルーバード、これ 3S だっけ？トリプル S だっけ？クーペ。サファリラリーを制覇したことでも知られる乗用車、日産ブルーバード。で、2-1がこのコロナマーク2ですね。コロナマーク2のハードトップ。で、3-1がクラウンスーパーデラックス。まあ、これですね。で、4-1がこのパトカーですね。で、5-1がトヨタ 2000GT で、6-1がフェアレディ Z432 ですね。まあ、僕がもらったトミカってのって確かね、どれだっけ？スカイラインハードトップなんで、その後に、だいぶ後に販売されたモデルになるかな。で、昨日ちょっとミニカオタクの知り合いと話してたんですけどもね、スバルのトミカって意外と少ないんですよね。強いてるのはスバル R2。これ1971年に発売されてますね。ですが、それより後ってなると、ほぼほぼないんですよね、スバルって実は。バリエーションもだいぶ少ないですね。あとを言うと、多分、まあ、富士重工の、バス？あれも一応スバルといえばスバルなんでね。まあ、入れていいのかよくわかんないですけどね。そう考えると、ね、だいぶないんですね、スバルって。最近ですよ、インプレッサだとか、レガシーだとかがトミカに。なんかやたら入ってたりするの。こう、いろいろデータ見てるとね、あれスバルってそういやトミカ少なくねっていうことに昨日実は気づいてしまいましたね。電話してて。一番、だから最初のトミカからは R2 だと思うんですけども、スバル。それよりあと、多分、サンバーとかになっちゃうんじゃないですかね、もう。ほとんどスバルないんですよね。で、鈴木はね、意外とね、キャリーとかだったり、あとなんかいろいろあるんですよ。まあ少ないといえば鈴木も少ないんですけど、鈴木はそうですね。でも鈴木の方がバリエーションとか多いかなって感じがします、スバルより。気持ちね。だ初期の方に出てるはいないですね、割と中期の方かなって。ダイハツも少ないですね。ダイハツもおそらくミゼットとかが最初じゃないですかね。ミゼットとか360、スバル360って確かそのクラシックカーブームの時に発売されたトミカだと思います、これ。確かね。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど。でも、なんかトミカ的に言うとそのスバル、ダイハツっていうのが恐ろしく、恐ろく、
ごめんなさい。恐ろしく少ない気がしますね。まあ、三岡はね、もともとの車台数が少ないですから、でも割合で言ったらトミカの中では三岡って結構、三岡のトミカって結構トミカ化されてたりっていうか、されてる方になっちゃいますよ。台数の割合で言ったらね。で、あと、外車シリーズが結構昔は、その、青箱トミカって言われてるやつですね。あれがあったんで、まあ、それのせいかなっていう感じもします、若干。まあね、ちょっとね、50周年のトミカはね、まあ、ちょっと金額が高い代わりと言っちゃなんですけどね、この、ちょっとしょぼい造形ではないっぽいんで、ちょっと楽しみにはしてます、一応。まあ、ちょっと、まあ、通常品の、通常品というか、通常の、新製品を紹介して、また、50周年は50周年。で、あと、おそらく、ギフトセットで緊急出動なんとかみたいなやつが発売されるんで、それもまた別で紹介すると思います。ちょっと、いつ、どんなトミカがっていうのはちょっとわかんないですけどね、紹介するつもりでいます。まあ、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ちゃんとこれ、後ろも塗ってあるんですよ、ちなみに。うん。結構よくできてんだよ。今日、すごい雑に紹介しちゃったけどね。ほんとそのスバルのドダイハツの話をしたいだけだったね、今日は。本当に。ごめんなさい、申し訳ないです。また50周年の時に詳しくね、見ていきたいと思います。それでは、失礼します。